まあ、世界卓球の女子団体の決勝、はあ、中国とでね、すごい惜しかったんですけど負けちゃって、なんかすっごいなんか感動しちゃいました。うん、ね、試合には出れないけど伊藤美誠もすごくベンチから一生懸命応援してさ、ね、ちゃんと早田平野が、はあ、はあ、ちゃんと勝って、で15歳のね、張本美和ちゃんが一生懸命頑張ったんだけどね。いやー、はあ、いやー、すごいね。ここまで中国と本当に同等に試合ができるレベルにいるっていうのが本当にすごいなと思って。そう、木原美悠のあのすごい根性ある顔もすごい好きで、いやーすごい、今もなんかおかしいね。はあ、いや、早田ひなが2試合目勝って泣いて、平野美宇が3試合目勝って泣いて、はあ、いや、ほんと私あの卓球好きになっちゃって、最近特にほんと世界卓球ずーっともう全部の試合追ってきてたから、団体戦だからなんか終わっちゃって、なんか私は次何を楽しみに生きていけばいいんだろうって感じ。この 2,3 週間本当に YouTube の履歴、早田ひなとか平野美宇とかもうずーっともう卓球ばっか見てたこの2週間ぐらいいや、ほんとなんか今の私にすごいなんか勇気とすごい元気をくれたんですよ。なんでかっつったら、ちょっと体調悪かったじゃない私で、耳塞がれた感じずーっとしてて、で耳抜きできないなーって思ったんだけど、なんか結局また突発性難聴もこっちになっちゃって、でこっちこの中耳炎になっちゃって、でなんか今回全然治んなくて、ずっとなんかあのこっちの耳塞がれて、もうなんかずっと水の中にいるみたいな感じでさ、いやしんどくて、それがですごい薬も飲んだりとか、なんだ耳の血流良くするためになんかやってみたりとか、なんかいろいろやってんだけど、なんか全然今回良くならなくて、でもうほんと全然耳思うように聞こえないから、なんか外に出るのもすごい嫌っていうか、なんか人と喋ってたりこうやって話しててもすごいこもって聞こえるからさ、もうあんまり何にも喋りたくないみたいなのをすごい塞ぎ込んじゃってて、外に出たってなんか風の音も車の音もいつも嫌いなバイクの音もクリアにいつも通り聞こえないから、なんかもう全然楽しくなくて、外に出たってだからもう外に出る気力もないし、動画で話そうと思ってももうなんか自分の声ずっとこもって聞こえるから、なんか話してみると変なトーンで喋っちゃったりしてたから、なんかすごいもうどうしようみたいな、全然治んない。どうしたらいいんだろうと思って。で、そんなタイミングで、ね、この世界卓球、
女子も男子もすごくて、すごい閉ざしてた心というか、もう何にもやりたくないって思ってた気持ちを、なんかすごくそのみんなで一生懸命なんか日本を背負って自分の心と葛藤しながらすごい戦ってる姿をなんか見てたらすごい勇気が湧いて、そうだからまた前向きにその耳直さなきゃなと思ったり、なんかこうやってまた動画で話したいなっていう気持ちにさせてくれて本当に。だからすごい久々に今話してるんだけどさ、ああこの世界卓球の団体戦決勝を見るために。私にしては早めにお風呂に入って、自分が戦うわけでもないのにいつもよりいいお寿司食べて応援してました。はあ、そう、またこうやってカメラに向かって何か話そうっていう勇気をくれました。日本代表の卓球女子団体がいろんな薬を飲んでみてるんですけどね、だんだん少しずつ良くはなってる気はするんだけど、まあ、結局突発性難聴が治りきってないを結局繰り返しちゃって何回もやっちゃってるから、そうだから今回本当にあの本気で治りきるまで頑張ってみます、はあ、ごめんね、なんか何にも食べてなくていつもみたいに何にも食べてないし暗いしごめんねああでも本当にいつもたくさん届くこのお手紙たちを読んで励まされてます、ありがとうございます。毎日のようにこうやってお手紙を送ってくれる人たちがいるから、いっぱい見てくれてる人はいるって分かってても、どうしてもみんなの姿が目に見えるわけじゃないからあんまり実感が湧かないんだよね。でもこうやってなんかお手紙として形としてこうやって自分の手元に届くと、はあ、こんないろんな場所から私の動画を見てくれてんだなっていう気持ちにすごくなってさ、こんなにやっぱ何もしたくなくなるというか、なんか何やってもなんか 100% で楽しめない感じがねするんだよね。いや本当にね、全身健康っていうのはね素晴らしいことですからね。こうやって一箇所不自由になっただけでさ、こんなに全てのやる気がなくなったり一気に弱ったり、何か頭でしっかり考えて話したいんだけどさ、この聞こえないっていうことばっかりにこう聞い取られちゃうから、なんか話してても感情が乗ってこないんだよね。そう、もう食欲はあるので安心してくださいそこは心配してないか、誰も誰も心配してないかああゆっくり寝ます、もう風呂にも入ったのでみんなも体調に気をつけてね。気をつけるっつったってね、何すりゃいいんだって話なんだけどさ、そう、また耳が治って元気にお話できるのをちょっと待っててくれたら嬉しいですI'm sorry.
昨日よりはまだ調子いいかな。どうだろう。なんかすごい行ったり来たりしてるんだよね。こっちが聞こえるようになったら、今度こっちがなんかちょっと塞がれた感じしたりとか、なんかすごい行ったり来たりしてて、だからなんかだんだんね、どっちが聞こえてないか分かんなくなってくるの。ということで、突発性難聴継続中なんですが、食欲はありがたいことにありますので、マックを食べて薬飲んでいきたいと思います。少しでも元気を出そうと、いつもアイスティーにするんだけどコーラにしてみました。フォークも綺麗よ。マジか。しかもなんかさ、このマックのサラダの箱、紙になってんだけど、箱がシャカシャカする気なくなったんだもん。順序書いてあるけど、シャカシャカする工程がないもん。マックのサラダはプラスチックのカップでこうちょっとシャカシャカして、まんべんなくドレッシングが行き渡るようにして食べるのが、なんかちょっと醍醐味みたいなとこあったのに、ついにもうシャカシャカする気がなくなったのね。で、マックのポテトと、久々にビッグマック。いや、なんか最近マックあんま食ってなかったからさ、もしかしたら元気が出ない原因、そこにもあんのかなと思って、思い切ったメニューを頼んでみました。ポテトにはケチャップをつけた方が元気が出る気がするので、つけながら食べます。もう毎日さ、服もこれなんだよね。もう着替える活力も、あ、なんかちょっと聞こえた今。あ、なんか、ん？気のせいか。昨日は卓球、日本代表の女子団体の世界卓球の決勝戦で感動して涙して、今日は昼から男子バスケの日本対中国を今生放送されてるやつ見て、結構そのスポーツ業界も脱毛文化が浸透して、スポーツ選手も脱毛する選手がほとんどの中、比江島だけは脱毛そこまでしてないんだよ。そこが好きです。だからちょっと比江島のすね毛とか脇毛がツルツルになったら、あー、ペーちゃんショック受けてるだろうなと思って。見ててください。なんか玉ねぎのドレッシングとごまドレッシング選べるじゃん、マック。なんかちょっと玉ねぎの方がちょっと可愛いかもと思って、それ頼んでた期間謎にあったんですけど、結局ごまドレのいつまでも口の中でまとわりつく感じのこの本当に私はサラダを食べてんのかっていう思う気持ちになるこの味で、葉っぱ食いたくなってさ。もうほんとさ、野菜を食うのが絶対に正しいとも思いたくないんだけどさ、ほんと成長記録よね。あんなに野菜なんか食ってたまるかって思ってた人間がこうやって自然とサラダを食い始める、まあ、体が悲鳴を上げてるので結構久々かも、ビッグマック。マックさ、ちょっと高くなったからもう食わねえって決めてたのに結局食ってるわ。うまっ。もう耳も思うように聞こえないし、
どっか自分の生きる活力というかがなくなって、何に対しても気力が出ないからやる気が出ない。だからちょっとこのポテトとかビッグマックが冷えてても全然気になんない。ちょっとこなしてる感じだよね、この食べるという行為も。食べないともっと元気なくなるよなと思って食べてる感じ。コーラうめえな。ビッグマックってこんなもんだっけ、サイズ。私が大きくなったからこんな手に収まるようになっちゃったの。これ食べても食べても減らないみたいなテンションじゃなかったっけ。ちゃんと減ってくんだけど。これマックのポテトってさ、別にポテト食べたい気分だなと思ってない時でもさ、止まんなくなるよね、これね。なんか悪いもん入ってんだよ、俺な。じゃないとおかしいよ、こんな止まんないの。気づいたらこんな止まらなくなってんだよ。こんな無我夢中で食べてんじゃん、私。うまっ。人生で一回でいいから私2メートル超えた男と付き合ってみたいな。もともと高身長の男は好きだからさ、さすがにまだ2メートル超えとは付き合ったことないし、2メートル超えの人を片思いとかもしたことないから、人生で一回でいいから2メートルの男と付き合って、2メートルの男を見上げながら生活してみたい。で、首が凝るんですよね最近って言ってマッサージに行きたい。懐かしくないこれ。エンジェルブルーエンジェルブルーのキーホルダー、なんか丸キューで売ってたやつ、ここにつけてみた。最近さ、なんかメゾピアノのさ、あのカフェができたりさ、エンジェルブルーのなんかグッズが売られ始めたりさ、でガチャガチャでこの間デイジーラワーズのキーホルダーを見つけて、私がなんか小学生ぐらいのガキだった時に流行ったやつがすごい今再燃して売られてるよね。すごい嬉しい。いつも以上にすごい暗いけど大丈夫。それでも見てくれてありがとうね。なんならこのぐらいのトーンというかこのぐらいのテンションの方がいいですっていう人もいるかな。今耳がさ、もう塞がれた状態だからさ、咀嚼音がすごいなんていうの、ダイレクトに響いて聞こえてくるの。だからもうサラダとかなんかシャキシャキする音が今 ASMR みたいにこのそう耳の中ですごいね響いてんですよ。もちろん富樫勇樹もすごい好きよ。男子バスケの話ね今見てるから。私なんだかんだ結局バスケの男好きなんのかな。これから先どうなんだろう。そのもしもさ、まあいねえけどさ、そんなのどうせ運命の人みたいないるんだったらさ、私は何部だった男と大恋愛をして人生の終止符を迎えるのかなと思って。こんだけ私運動部の男がずっと好きでここまで生きてきたのに、最終的に吹奏楽部の男とかと付き合ったりするのかな。
私のことが実はタイプだよみたいな体育会系の男がいたら、遠慮せずインスタの DM でも送ってきてね。冷やかしは許しませんけど。だんだん喋れるようになってきたわ。ずっと心をなんか閉ざしてさ、生活してたから言葉も湧いてこないし、人とも会いたくないし、人とも喋りたくないし、ずっと喋ってなかったから言葉も感情も出てこなかったんだけど、ちょっとずつ戻ってきたかも。ちょっとずつでいいよね。人生嫌でも長いんだからさ、ちょっとずつでいいよね。長い目で何事も見ていきましょう。今メンバーチェンジで入ってきたテーブス・カイ、ハーフなのかな、結構好きだな。もう全部好きよ。今名前上がってない人も全部好きだからね、ぶっちゃけ。バスケットボール選手でタイプじゃない男、マジでゼロ説なんだけど。どうしよう。私やっぱバスケ部本命なのかな。いつまで部活で判断してんの私。もう32になるんですけど。いつまで私は JK のつもりで、JK でもなかったしな、まず。私なんで女子のスポーツはすごく本気になって見れるのに、男子のスポーツってなんかちょっと上の空になっちゃうのかなと思ってたんだけど、あ、この人かっこいいとこの人かっこいいとか見ちゃったりしてるからか。そんなんばっか夢中になって見てて、でバッて点数見たら負けてんのよ。あ、負けてると思って。勝敗じゃなくてそんなとこばっか見ちゃうんだな、多分私は。男性のスポーツだと。私普通に女子だったらマネージャーとかやりたかったな。さすがに洗濯物の匂い嗅いだりはしないよ。もうこんな言ってる時点で確信犯。いや、しませんよ、そんなこと。そんなことはしませんけど、河村勇輝とマック食べたいな。何頼むのかな。シンプルにダブルチーズバーガーかな。野球部はもうビッグマックでしょ。バスケ部はダブルチーズバーガーじゃない。うん、サッカー部はサムライマックなんだよな。私の偏見ね。でも偏見で言ったけどなんかぽくない、泣きしない。だからなんだって話なんだけどさ。だからなんだって話ばっかすんのよ、私は。だからなんだっていう話してんのは一番楽しいの。責めないで、そんなに私を。もう今私弱ってるから優しいコメントしかしないでよ、この動画。頼むから。やめてよ、なんか。そんな弱ってるなら、撮らなきゃいいのに、とか。もうほんとそういう、ダメよ。あのね、みんながね、思ってる以上にね、どんなコメントも届いてるからね。もちろん私もそうだけど、もう、他の人たちもほんとそう。もうこんなの本人の目にも止まらないだろうとか、まあ、全然拡散されてないし見てるわけないだろう、届いてるはずないだろうって思うかもしれないけど、え、ほんとね、ほんとにね、見てるの。
嘘でしょってぐらい見てるからね。全部届いてるよ。だからもしこれが本人に届いたらちょっと傷つくかもなみたいなことをどうしても SNS に書きたくなったら、紙にバーってもう書いて、それをもう捨ててください。食べますか。薬を飲みましょうね。よいしょよいしょ。もうちゃんとさ6種類ぐらい薬飲んでんのよ。毎食毎回どの薬をちゃんと飲んでるどれ飲んでないか覚えとかないとさ薬の飲み忘れみたいになっちゃうからさ。またこれも出されてるわ。カルボシステイン。私何錠飲むの？カルボシステイン。これは2錠でこれは1錠。はい、飲みましたよ。良くなってくださいよ。じゃあちょっとゆっくりします。ちょっとなんか早田ひなみたいじゃない？ほら卓球に影響されすぎて。ちょっとなんか篠原涼子じゃない？ほら、ちょっと耳聞こえなくて感覚バグってきてんのかな。チャンネル登録高評価お願いします。相変わらずまだこっちちょっとまだ聞こえない状況なんですけど、完全にねこっちよりもこっちの方が、左耳の方がちょっと聞こえにくい。はっきり今分かれてきたね。右の方がまだちょっと良くなってきてる気がします。左の方がなんか抜けきってない感じ、通ってない感じ。気分は落ち込みつつあるんですけど、気分転換に野呂さんが付き合ってくれて渋谷にお買い物にちょっと行ってきました。いや本当に楽しかった。いい気分転換になった。人に会いたくないとかなってたけど、こうやってちょっと思い切って外に出ると少しは気分が楽になるね。よかった。ちょっともうこんな状態なので、私も明日から山形にちょっと里帰りをしてみようと思って、明日から山形に行くんですけど、そう、結構前から山形に行くっていうのは決めてて、優香の誕生日祝いにちょっと宿を予約してたので、そう、このタイミングが重なってよかった。一番自分がもう気分めいってくたびれてるタイミングだったし、ふるさとの風を浴びて耳も少しでも良くなればいいなと思って、ちょっと行ってくるんですけど、
荷造りしなきゃいけない感じって今夜中なんですけど、前日の気づいて、まあゆっくりしつつ楽しみたいわけよ。で少しずつこうやって耳も良くなってきてるからさ、でもね寝るのがすごい怖いわけ。今耳がちょっとずつこう回復していい感じになってるから、でもここでなんか寝て朝起きたらうわ戻ってるとか、なんなら寝る前より聞こえなくなってるとか、起きたら耳全然聞こえなくなってたらどうしようとかさ、すごい考えちゃってさ、寝るのなんかちょっと怖いわけよ。寝てる間にさ目に見えない悪魔が襲ってくる可能性があるじゃない。だったらその悪魔と正々堂々と戦うためにもう起きて朝迎えようかなとか今思ってんだけどさ、なんで言うその目に見えない悪魔って感じだけど、そもそも何着てこうって感じなんだよね。そう、山形明日天気予報で見たら雪だったんだよ。明日明後日雪、まあ、いつもの東京にいる時の薄着ではいけないからさ、あんなでかいキャリーケース邪魔だよな、どう考えても。でもさ、味丸重、山形の醤油とか山形の 何か食べ物とかさ、結構買って東京に帰ってきたいからさ、大きいキャリーケースの方がいいのかな。ほんと苦手、荷造り。パッキング動画っていうのか、あのおしゃれな連中は。でもちょっとずつ元気出てきてる気しない？おしゃれなやつらはとか、なんか多少毒づいてるわけじゃん、今。毒づく、気力というか、活力もなかったからさ。それに比べたら、ちょっとずつ取り戻してきてはいるんだろうけど。山形やっぱ寒いからさ、厚手のもの持ってかないといけないから、やっぱかさばるよね、ちょっと。もうさ、この子がさ、一生近くにいてくれるわけ。なんか私がちょっとやっぱ今弱ってるタイミングだって分かってくれてるのか、ずーっと寄り添ってくれるんだよ。ずーっとこうやって一緒にくっついてくれるんだけど、今そっちの部屋からキャリーケース持って行きたいのよ。どうしようかな。よかれと思ってこうやって私の近くにいてこうやって支えてくれてるさ、恩をさ、どけてみたいな、申し訳ないじゃん。どうしよう、全然動かないじゃん。ねえけん、ごめんね、ありがとうね。ふふ、いけ、かわいい。ママ、キャリーケースを持っていきます。はぁ、こんなでかいキャリーケースいらないかな。ちょうどいいさ、キャリーケースないんだよね。でもだからっつってさ、手持ちのカバンで持ってくのもさ、なんかしんどいよね。どう思う？もうぼーっとしてるわ、やっぱ。いつもさ、もちろんぼーっとしてんだけどさ、もうこれもまた耳のせいにするのもあれなんだけどさ、なんかすごいぼーっとしちゃうのよ、やっぱ。でもぶっちゃけパックとか化粧水とかはなんか優香がいつもいいやつ持ってきてくれるから甘えたい気持ちなんですけど、でも明日私風呂入ってから行くから、今荷造りしたところでさ、それ朝使うもんね、ここに入れちゃっても。めんどくさ、もうやだ、とりあえず今無理だわ、ちょっとめんどくさい。明日の朝やろう。パッキング動画みたいな撮ろうかなと思ったんですけど、ちょっとめんどくさいです。やっぱり。どんな気持ちなんのこの人。めんちゃん、めんどくさい、パッキング。めっちゃやって、パッキング。
逃げてった。